こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は無課金非属性縛り柴犬丸やっていきたいと思います。もうすでにね、リーダー出てるんですけど、桃太郎使ってね、仮面ライダーコロシアムに挑戦していきたいと思います。はい、パーティーがこんな感じですね。桃太郎スエースですね。はい、桃太郎スエース。なんかちょっと語呂がいいような、悪いような。はい。まあ、柴ドラ詰め込んだんですけど、はい。非属性の特権です。はい。はい、こちら、はい、ご紹介していきましょう。桃太郎スに、はい、小学生。これ何でもいいですね、正直。うん。で、リラ全体戦にチョッパーの武器ですね。はい。で、これ柴ドラに、何だっけ。シールフ。シールフの武器ですね。はい。上限解放にスキルチェーン2つ。まあ、これみんなお馴染みだと思います。はい。こちら、柴ドラ。あ、超覚醒も全部、超つなぎ消しなんで。はい。で、上限解放にスキルチェーン2つに、マド武器。はい。こちらも超覚醒、超つなぎ消しに上限解放にスキルチェーン2つにマド武器。はい。で、ポップですね。ポップに、非ダメージ軽減。振ってます。非ダメージ軽減プラス3つ。で、これ、ブラザーフッドオブミュータンツっていうのはね、もう出てこない。マグニートの武器ですね。はい。で、エースに、上限解放。スキルチェーン2つ。これが、タダカツっていうね、ガンホクラブの武器です。はい。で、スキル、バチがスキブです。はい。挑戦する。スタミナがなくてね、僕自身も、ゲーム的にも、ちょっと待ってくださいね。スキル確認オン、スキル確認オンにしました。はい、ブラザーフットオブミュータンツ使って、これが2ターン内で激減。次のダメージ、激減ですね。まあ、そのために使ってます。はい、で、シバドラ使うて、はい。で、はい、ずらすだけ。エースのね、リーダースキルが確か7コンボ以上とかなんで、枝豆は注意してね。はい。で、ここで、まあ、軽減張って耐えれると。はい。あー、ルーレット見せた。はい。火になったら。はい。オッケー。よいしょ。結構サクサクいけますね。結構パッて考えたんですよ、こう見えて。はい。アクは俺を倒すと叫ぶ。はい、ここも黙る。僕は黙らないですけどね。はい、またルーレット。ルーレットもどんくさいからね、もうこの年になると。はい。そんなね、皆さんみたいにね、すぐシャシャーンってできないですよ。コーヒー飲もう。はい、覚醒向こうが来ても、この、桃太郎もね、上についてるチョッパーの武器で大丈夫ということでございます。はい。チョッパーの武器で、消せない、もう全部回復しちゃいます。で、さらに、攻撃力も上がると。あ、これもうちょっとやめてくれるかな。はいはいはい。全部つなげちゃいましたね、今。大丈夫かな。いけましたね。はい。これもしかして周回パーティー作っちゃったっけ。新たな発見。本当にね、コンボドロップしっかり消していこう。本当にね、遊戯を見ながらね、ジャンプチャンネル見ながらね、朝ゆで卵作って、で、それをおでんに入れて、で、おでんに具材足して、ね、ちょっとおでんを煮込みながら、ちょっと、はい、耐えれんのかい。おでんの話させてくれよ。いやー、もうしゃあないね、これ。すいません。はい。ごめんなさい。もういっつもここでやん。いっつもここでやん。はいはいはい。で、おでんを作りながらね、桃太郎育成してね、ポップの軽減貼ったらよかったんかな、もしかして。いやー、ちょっときついねー。
だってね、この去年一応1周年迎えてるんですよ、柴犬丸のアカウントで。去年ね、仮面ライダークラブがなかったんで、仮面ライダークラブね、何も持ってないんですよ。だから初めましてなんですよね、仮面ライダークラブ。だから何も持ってないんですよね。で、非属性で欲しいのってスーパーワンだけなんですよ、正直。正直なとこ言っちゃうとね。だから、ちょっとまあ、いっか、もう。ちょっとごめんなさい、ちょっともう眠たいんですよ、僕、もう。ちょっと昼ね、作ったおでんをね、ちょっと食べすぎて、もう眠たいんですよね。もう、眠たいけど、なんか、まあ動画撮ってんし、ちょっとね、気合い入れすぎたんすよね、今日。朝もね、ちゃんとね、バナナと、たくあんとご飯と味噌汁と、揚げナスのね、お揚げとナスの味噌汁を作りまして、はい、それを飲んで、まあ、朝からめっちゃ食ってるんすよね、今日。はいはいはい。ライダージャンプ。いや、もうこっからはね、耐えれるはずなんですよね。はい、黙るハス。よいしょよいしょよいしょ。いやー、このパーティー考えた時間何やったのな、もう、コンテしちゃったよ。もう、ええか。はい。で、行くぞ、ハヤト。よし、行こう。僕はハヤトじゃないけど。よし来た、本郷。僕も本郷って名前じゃないんですよね。これロックドロップないっすね、下2列に。あ、じゃあ、ええや。一応ね、忠勝のスキルでね、ロック解除できるんですよ。いや、気合い入れてご飯作りすぎたな。はい。いや、このタイミングで、結局耐えれへんの、非軽減振っても。もうええや。はい。もうコンテします。すいません。すいません。もうぐったぐだやなぁ。あかんなぁ。もう、一応ね。必死こうやって考えてきたんやけどなぁ。でね、三人ワイワイのね、やつで練習もしてきたわけですよ。で、ああでもない、こうでもないっていうのパーティー考えてね。ね。三人集まった思ったら、切断され、はい、桃太郎だからか知らんけど、僕が一応ね、まあまあクリアできます、できましたわ。一応3コン編成ですわ、これ。はいはい、ありがとうございます。はい、お、これは嬉しいね、これは嬉しいね。リンボメタルドラゴンね、もうスタミナ、広告、動画視聴回復もないんすよ。めちゃくちゃ考えたんすよ。結果なんか、全然耐えれへんかったっていう編成を作り出してしまいました。はい、こっからガチャ行きましょう。ガチャ行きましょう。正直ね、僕欲しいのね。さっきラインナップ見ましょうか。電王がちょっと欲しい。ナンバーワンで欲しいのは、スーパーワン。で、その次、ナンバーツー。電王。持ってたらちょっとワクワクするのが仮面ライダー龍騎。龍騎世代なんで、昨日動画でもお話ししてたんですけど、龍騎の変身ポーズ。10何人ライダー出てくるんですけど、みんな覚えてました、僕。それぐらい好きです。はい。あ、すいません。ちょっと音声が途切れちゃいました。はい、じゃあメールから行きましょう。これも先にね、メール引いてね、育成しようかなと思って。まあ、龍騎が出るとは限らないじゃないですか。じゃあね、後半に全部ガチャ引いた方がいい。出た、そんなやつが出た。今日どっちか迷ったんすよ、先にね。無料ガチャだけ回して、あわよくば龍騎出たらそっから編成考えて、育成して編成考えてね。そういう時に出るんかいよ。桃太郎の文法。モモタロスにモンポシハラトで、こっちは。じゃあ、なんか、クリア報酬。無料ガチャだけでも引いといたらよかったな、ほんま。あ、え？
これ星6じゃないよね。ええ、これなんか、あ、いや、かっこいい。ファイズいるやん、しかも。いや、え、これって星6引いた今。ちょっと待って。平成ライダーバージョンが出てきてない。ラッキー。昭和バージョン。昭和バージョンから別にダイヤ出てもいいですしね。いや、そうはいかないですよ。これが普通なんですよね。いや、アギトでしょ、これ。あ、ごめんなさい、クーガ。クーガ。クーガが小田切城さんでしたっけ、忘れた、どっち、アギトが、忘れた。歌手としきさんやったっけ。じゃあ、これクリア報酬。もう必死こいてね、3コン編成でクリアしたやつですよ、もう。はい。いやー、ここ出るか。915はね、ライダーベルトはね、ちょっと用事ないかな。いや、でも使いそうやな、これ、ドローリフ。遅延のドローリフ。で、ね、チーム回復、チーム HP、テープ、指、はい。コマ終わってもいいんですけどね、ちょっとね、ちょっとね、やっぱり、引きたい。はじめましてのコラボやから、このアカウント。はい、無料配布12個です。ちょっと引きたい。スーパーワンの武器が欲しい。あ、空振った。ちょっとペンで引かんとこ。この、人差し指で引きます。右手人差し指で引きます。あ、昨日見たな、この子。ダブル。ね、ダブルって言ったらダブルの悲劇になりますからね。あれもダブルの悲劇やったかな、もしかして。ハイズ、早くもラストですね。はい。まあ、1個ダイヤ出てるからね、ほんま。よいしょ、はい。いや、もう、ダブルの悲劇やんけ、まさに。まさにダブルの悲劇やんけ。はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、僕の仮面ライダーコラボはこんな感じですね。まあ、龍騎ね、無料だけでもね、ショート動画で出して引いたらよかったかな、これで。やった方がね、絶対ね、もう、あれでしょ、3コン編成が、あれでしょ？あ！火属性なるやん、オーズ。超つなげ消しじゃないですか。しかも。ちょっと待って。え、超つなげ消し2個つくやん。え？なんなん、今日に限ってちょっとやろうとし、思ってたことをやらんかった結果、魔法石3個支払って出てきたみたいな。いやね、もうここダブルの悲劇ですよ。ダブルの悲劇。もうわからんけど、もう。はい、そんな感じでした。はい。はい、今日も、はい、こんなにくだらない、はい、お話にお付き合いくださり、ありがとうございます。よろしければね、面白かったよっていう方、ぜひ動画の評価と、コメントよろしくお願いいたします。あとはね、概要欄に、ツイッターや、いろいろ貼ってありますので、そちらもチェックお願いします。ちょっと寝よう。もうお風呂入って寝よう。はい。それでは、皆さん、おやすみなさい。